さてと前回の続きをやりたいと思います。宇宙に付着したナイラル物質の戦場。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。そう。そうね。とか次のミッションかな。とりあえず。そうだなリサイクル、弾がないね。ドームで休みましょう。体洗わなきゃダメだね。おはようございます。血液採取チェック。献血ありがとうございました。すごい汚れが。X グレネードナンバーゼロ。ちょっとはね。ビビアしますと。疲れたか。疲れたかな。繋げるのが怖い。
トドロ。そうそう、リサ。もっと、もっと回って。ああ。ここ見たね。悪かった。起こしちまったかな。今日はママの誕生日だ。ママと初めて出会った日でもある。あ、そこか。その子は大丈夫よ。来てくれたのね。お腹が空いてた。それは…眠ったようね。お乳はあげられないけど、私の乳腺は張るの。あげるふりをすると不思議と痛みが消える。あの子は私の子よ。私はこの子のママ。大丈夫、
この子は私とだけつながっている。他の BT とは違う。見えるでしょ、 BB がいるなら。だからここを動けない。あの嵐のことだけど、悪いけど大人だけにしてくれる？ありがとう。見て、ここが嵐が現れた時点の濃度だけど、その直後再び正常値に戻っている。つまり一瞬で消えた、1秒も経たずに。そんなはずはない、うん、これはあなたの手錠端末が記録したデータよ。データログを見る限り、あなたは嘘をついてない。時間の経過が記録されている。考えられるのは、あなたは時空と時空の狭間に閉じ込められていた。時空の狭間？データは本部でも解析している。記録は音の周波数スペクトルだけだけど、もう少しであなたがいたところを推測できるはず。カイラル濃度が不安定なの。夜泣きがだんだんひどくなってる。カイラル通信接続エリアはカイラル濃度が上昇する。でも想定した理論値よりもはるかに高い。問題なのか？ええ、つなぐほどカイラル濃度は上昇する。当初からブリッジズでも議論されていたの。だからキューピッドにカイラル濃度を抑制させる機構を入れた。でもそのリミッターがうまく動作していないみたい。嵐の出現もあなたが体験した現象もその副作用かも。つまり俺がこのまま大陸をつないでいくと予想もつかないことが起こる。わからない。また大規模なデスストランディングが起きるかも。何か対策はないのか？もちろん対処法はある。すでにもう準備もしてる。カイラル濃度を抑制する仕組みをこれにつければいい。新しいキューピッドを用意しておいた。よし、すべて解決か？違うの、まだ解決しない。ハードウェアに合わせてソフトウェアを書き換えないと。君がやればいい。ええ、そうよね。ソフトウェアを書いたのは私じゃない、別の技術者よ。そいつはどこにいるんだ？彼女の名前はロックね。第一次ブリッジズのメンバー、マウンテンノットシティにいる。なら心配ない、キューピッドを届ける予定だ。そうね、それなら大丈夫ね。あ、まただわ。この子の様子がおかしいの。ほら怯えてる、ものすごく。あの世が連れに来てるのかも。それともこの子が向こうに帰りたいか。このままではいられない、それは分かってる。聞いていいか、その子は出産のために入院していたの。帝王切開の予定で、そこでテロが起きた。
私は瓦礫の下敷きになっていたの。何もできず、助けは誰も来てくれなかった。気が遠くなるくらい長い間瓦礫の下にいた。幸い酸素と水だけはあった。そこにいたのかわからない。そのうち水もなくなり、寒さも感じなくなった。この子は瓦礫の中で生まれてきたの。この世ではなく、あの世に。時雨が止むと、この子は泣き出した。大きな声で。自分の命と引き換えに、この子は私を瓦礫の中から救ってくれたの。私はこの子とつながったまま、この子は BT だから、ここから動けない。ここにつながっている。だからあれ以来ずっとここにいる。ずっとそのままでいいのか？その子はすでに死んでる。このまま死者と暮らしていくつもりか？あなたも同じようなものでしょ。聖者とのつながりよりも死者とのつながりを選んだ。レッドマンに聞いたわ。機関車の血は特殊だって。採取してもいい？ああ、まだ絞るつもりか。寝るたびに採血されてる。冷たいな。動かないで。終わったわ。ちょっとね、テストをしたいの。ママ、君は？サム、ごめん。このこと二人だけにしてくれる？ああ、仕事に戻るよ。ねえ、カイラル濃度が上昇してるって言ったけど、世界をつなぐことが優先よ。私たちのやっていることが間違っているとしても、今はそうするしかない。頑張ってね、サム。サム、外にある配送端末は生きている。そこに接続してくれ。この後の指示は端末から出す。はいはい。サム、次はそこからマウンテンノットシティまでつなぐことが目標だ。中継ステーションからマウンテンノット北の配送センターを経由し、マウンテンノットシティに到達する。山岳地帯は大きく迂回することになるだろう。このキューピッドでつないで大丈夫なのか？まだソフトは書き換えていないぞ。大丈夫だ。マウンテンノットでソフトを書き換えたキューピッドをつなげば、それまでにつないだエリアも更新され、通信は安定するはずだ。
そのためにもマウンテンノットまでをつなぐ。ひとまずは今のキューピッドでつないでくれ。わかった。アメリカの連絡は？まだだ。我々は彼女を信じて先へ進むしかない。彼女もそう望むはずだ。次の依頼はレイクノットシティ南の配送センターで受注してくれればいい。頼んだぞ。それからサム、建設装置にジップラインを追加したわ。気に入ってもらえると思う。2本の支柱の間を滑空できるの。川を渡りたいときや急な斜面や岩場を越えたいとき、両端にジップラインの支柱を立てれば楽に渡れる。ラボの外に試験的に立てたジップラインの支柱があるから、試しに使ってみて。そうだサム、フラジャイルがまた君に協力したいと言ってきた。フラジャイルにジャンプを頼みたければプライベートルームに行くんだ。そこからはサウスノットシティが近いだろう。ジャンプすれば効率よく移動できる。ただし依頼された荷物を持っていくことはできない。君に任せるが、候補の一つとして考えておいてくれ。へい。建設装置にジップラインを追加したわ。これは役に立つはずよ。複数の支柱を立てるとその間を早く移動することができるの。なるほど。試してみて。へい。アサルトライフル。
回あれしようかな。気絶してるからね。バイクどこ行った？
か。チェックだね。そうじゃないね。
雨降ってたね。
たんだけどな。遠征隊、噂はこの陸の孤島まで届いてます。BTO を倒し、テロリストにも屈さない伝説の配達人に会えるとは、本当に深く感激しています。さて、お疲れ様でした。ここまでよく運んでくれました。おお、これだけの量があれば十分です。おかげでこの設備の復旧作業もはかどります。はい、
願いします。さあどうだ。もう UCA の一部になった。陸のことはカイラル通信のおかげで遠い東の本部までつながった。設備の復旧作業はこれからですが、さらに前向きになれた気がします。全力を尽くします。はい、サム、あなたも頑張って、一日も早く西へ到着することを祈っています。よくやったサム。次はマウンテンノットシティ北の配送センターまで繋いでほしい。いや大変だ。実はその配送センターから非常事態の連絡が入っている。詳細は未だ不明だが、事故があったらしく怪我人が出ている可能性もある。その端末で確認してくれ。はい。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は。あなたの肩と足につけるプロテクターね。おお。ただし、つけている場所には荷物を固定することができない。あら。よく検討してから選んでね。なるほど。そういうパターンね。限られている。何よりもスピードが要求される配送だ。一刻も早く届けるためには何が必要か、どうすればいいか、よく考えて決めてくれ。依頼が受注されました。目標時間が設定されました。ちょっといない。目標つけて。頑張るしかねえ。よし、周辺を割
なの。そんなことある。なんとかこんやちょっと待って、これはやべえぞ。さすがだ、こんなに早いとは。あんたもこの先テロリストに気
気をつけてくれよ。おいよ。繋がった。戻った。サム、君がカイラル通信をつないでいってくれたおかげで情報が集積し、君の役に立ちそうな研究データが見つかった。この研究技術を解析し、こちらで開発していた武器に応用してみたんだ。弾丸に君の血液を塗布することで。BT に対してもダメージを与えることができる血液弾だ。ただし少量ではあるが、君の血液を消費するため射出するたびに君の血は減ることになる。なるほど。状況に応じて通常の弾丸と切り替えて使うといいだろう。はい。武器装備作成のリストに追加しておいた。ここで作ってくれ。お、成功か。よかった。これからはもっと情報が入ってくる。こちらの状況も早く伝えられるようになる。本当にありがとう。いいえ。いいぞサム、次はいよいよマウンテンノットシティに接続する。この先も道のりは険しいぞ。プライベートルームで休んで準備を整えてくれ。そうしましょう。サム、エッジノットシティのこの場所までもう一歩も動けない。都市も破壊され、みんな殺された。周りには BT がいっぱいいて包囲されてる。首のキープはどうした。なんとか目を盗んであなたとつながれた。だけどこれが最後になるかもしれない。
今は無事だけどどうなるかわからない。あなたがカイラル通信をつないでくれることだけが希望なの。ここをつないでくれれば私は自由になれる。そうしたらあなたと一緒に東まで帰れる。アメリー、首のキープはどうしたんだ。サム、あなたをビーチで待ってる。今日はここまでですな。